私の起訴状というの,の中に、今、審議中の威力業務妨害、ゲート前にブロックを積み上げたという事件について、起訴状がありますが、そこにたくさんのことが書いてありますけど、共暴という言葉がいっぱい出てきています、共暴。私たちは何も共暴していませんけどと、検事さん、ずっと言うんですけど、つ暴。一つは これ凶暴の共謀罪の中が、審議があります、少し参考ために申し上げたいと思います山城弘治と共にテントで寝起きをしていた、そしてずっとそこで協議をしていた、まず一つ共謀だ。二つ目に、寝起きをしないまでもゲート前に常時いてやそして山城の味演説を聞いて拍手をした、これがもう共謀。あるいは、そうでなくても、 何月何日までの間に山城の話を折に触れ、そして随所で聞いてきた、それは拍手を送ったということは、そこにサインを表したということであり、それも共謀だ、3つ目の類型ですね。4つ目の類型、なんと事件とされる2月、1月30日その日、たまたま東京から大阪へがやってきて、山城があじった。ブロックを積んででここで 基地建設を止めようぜっ言ったことについて拍手を送った、これも共謀。つまり、何のことはない。みんなでやると言って拍手をした。あるいは拍手をしないまでも目くばせをした。<laughs> あるいは外を向いているときに話が終わったから、君も了解されたんだということで、共謀が成立しています。私の基礎上の中に4タイプの共謀の形が、累計がされています。つまりですね。 これ実験的に、共謀とは何かということを言っているように思います。早い話、ともかく現場にいたら、みんなも共謀が成立したということになっています。恐ろしい話です。組織犯罪集,犯罪集団とか団体とか言います。私たちは集団というと、私の平和運動センターとか、今日の集会を主催してもらっています、平和ホーラーもであるとか、専任委員会であるとか。 こういう形で団体を明示された団体を思いますけど、今、政府が言っている集団,団体とか組織っいうのはそんなもんじゃないですね、ゲート前に集まったら、これは全部組織集団、違法な組織集団とこうなっています。だから、くくり用によってはすべてくくられます、写真を撮って、あの日本一危ないテロリスト、山城弘治が、あじった、歌を歌った、ガチ写シーを踊った、拍手をした、これで共謀罪成立です そしていたものカメラに映る顔全部が一種の共犯としてくくられてしまう、こういう感じじゃないんでしょうか、このことを今、私たちの現場で作られて、そのことが今、審議をされようとしております。必ずこの裁判に打ち勝って、このようなむちゃくちゃな洗礼、えーえー、となるような、判例となるようなことについては、断固として反撃をして。 皆さんととももに打ち返そうじゃないですか、皆さん、頑張っていきたいと思います <laughs> えっと、おととい、裁判がありましたあ後半があって、なんと防衛局の証言者がついたてを立てて、みんなの前から姿を消して、そしてぼそ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 と検事の誘導にしたがって、山城家やった、山城家死にして、山城家やってって、見えたことを言いわわけですね。少しでも情けなく思いました。そしてだんだん苛立ちが高じてきました。 なぜかって高江の現地に1000名の機動隊を配置して、全国から500名、県内の500名を配置して、ですねあそこに集まった300から500の仲間たちをもう、無理やり何かのようにごぼう抜きをして、そしてぶん殴って首を絞めて車から逆さずに落として、そういう暴行の限りを尽くしてやった連中が、私たちを罪と言う、罪と言うなら堂々と言えよ、国家の存亡だ沖縄の県民に あえて申し上げるけれども、この基地建設をなしとするなら、国は持たないんだ、これは国防という名の国にとって、国民にとって最低限の必要な政策なんだというのは、そのことを堂々と言えよ、こう思います。ところが、ついたてに隠されてボソ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 と、首謀者はこじた、こじた、こじたと言う、ふざけるのよ、あなた。私たちを5ヶ月も6ヶ月月もも6閉じ込めて みんな何かのように、ジャージー着せられて、靴下も脱がされて、ゴム造でをされて、みんなの前で手錠をかけられて、腰紐されて、犬畜生でも引っ張るみたいにみんな連れ出されて、そういう屈辱の中を耐えて、そして堂々と自ら主張するんだという決意で法廷に立っているのに、何ですか、この官僚たち。ねえ、と言ったと思います姿をさらすと、精神が潰れそうだ。 ちょっとね君ね冗談にも程があるよと何言ってんだなお二人がとこれ言いたくなりますよだから怒りましたふざけんなバカ野郎堂々と言えよねこう思いました。